グラチャンバンタム級タイトルマッチ、伊藤君也 VS 手塚元信、第6代バンタム級王者伊藤空也。2016年1月大阪大会の参戦をきっかけに、ブレイブの宮田和幸に弟子入りし6連勝をマーク。2020年9月には共にライジンで活躍するシアンに判定勝利で王者に輝いた。ライジンバンタム級トーナメントでは金太郎を相手に大会ベストバウトとの呼び声高い一戦を繰り広げ、今回は初の防衛戦に挑む。対するは第3代バンタム級王者手塚元信。世界最高峰の MMA を知る元 UFC ファイター、グラップリングベースで構築する日本トップレベルの試合巧者。現在5連勝と万全を期して王座返り咲きを狙う。レジェンドっていうイメージですよね。まあ、ただでじゃ終わらないよっていう、そういう覚悟も今実際あって試合に臨むんで、ライジン出て、まあ、その実力以上の評価が上がったとは俺は思ってるんで、まあ、美味しい相手やなと思いますね。逆に手塚選手も UFC 出てますけど、やっぱ勝てなかったんですよね。まあ、今はそのね、いろんなタイミングで、まあ、俺がベルト持ってないだけなんですけど、まあ、本来は逆の立場やと思うんでね。全力で、まあ、失礼のないように叩き潰してきてくださいと。なめんじゃねえぞ。ヘラクレスの空手キッド VS なにわのグラップラー、共に全道会出身の両者が幕張で激突。